どうも、昼下がりのひととき、いかがお過ごしでしょうか。速稼塾の久保です。今日ね、ランチにね、あの焼肉キング行ってきました。私の記憶するところ、焼肉キングって何年も前、5年以上前に1回ぐらい行ったかなってとこだったんで、ほぼ今日が焼肉キング初めてだったんですよ。いや、あのね、プレミアムコースを選んだんですけども、牛タンがね、厚切りで美味しかったですね。もうね、何回も頼んじゃった。それからなんか薄いね、なんかロースだかなんだとか、あれも美味しかったね。あれもね、まあ、結構5、6枚まとめて頼んでね。で、まあタレとか塩とかでいただいたんですけども、やっぱ食べ放題っていいっすね。なんか遠慮なく会計気にせず頼めて、まあ食べ過ぎてお腹いっぱいで、これこのままだと夕食は入らないかなっていうところまで来ちゃいましたね。あの焼肉食べ放題はすごく久しぶりだったんで、あの焼肉キングね、非常に楽しませてもらいました。もうなんかね、すごい満員で、最初から予約したのに、それでも多少待った感じで、でその他にも街の方がたくさんいて、結構あの予約でいらっしゃる方が多いみたいですね。席ももう常に埋まっていて、ご家族連れの方が多かったかなっていうふうにお見受けします。いや、すごくいいランチでしたね。うん、なんかまた行きたいなと思うんですけども、ちょっと遠いんでね、遠いんで、またなんか1年に1回ぐらい行こうかなってとこですかね。皆さんもね、いいランチを今日は過ごしたんじゃないかなと思いますけども、4月20日日曜日ね。いや、4月20日っていうとね、なんか思い出すのが、確かこの時期にあの麻雀店をオープンしたんですよ。ゴールデンウィーク前に合わせて4月6日だったかな。なんせ4月にオープンして、でその時にね、なんかタイミング悪くて、こうおばあちゃんが危篤でですね、もうお亡くなりになるよってとこだったんですけども、まあ、ちょっとお客さんも呼んだし、結局私はちょっとね、既得にちょっと行けずにそのまんまになってしまったんですけども、後日あのお墓参りはさせてもらってね、やっぱ仕事ってそういう時期があるのやなと思ったわけでございます。はい、思い出すね、4月はね。まあ、その麻雀店ももうすでに思い出の中にしかなくて、今私を知る人はね、あの麻雀店の久保さんっていうようなね、うん、そんな時期があったのみたいな感じでございます。人にはいろんな時期がありますんで、昔こうだったんだよって言ったからね、本当ですかみたいなことも結構あると思います。まあ皆さんにもそんなね、人生の一コマってあると思うんで、またそういうところはお話ししましょう。とにかく焼肉キング美味しかったなというところで、今日の動画、いってらっしゃい。